リームパンです。エクレアです。おお、うん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 、お菓子、チョコアンパンです。これはね、値段書いてないんだけど、108円だった。108円です。で、次に最近出てきたプチプチのホワイトチョコラングドッシャです。これ赤座ですね。煉獄杏寿郎と戦ったやつ。これは？これはね、84円だ。84円です。なんで赤座にしたの？え、赤座美味しいから。あと好きだし。なるほど。これは箸です。これを買いました。キツネ、うどんキツネ、赤いです。キツネうどん赤いです。108円です。これはこちら揚げ鶏です。値段は何だっけ？ちょっとレシートがぶっ飛んでっちゃって分かんなくなっちゃったんだけど、194円ぐらいだったかな。うん、200円いかないぐらい。次は1日分ビタミンです。これが、じゃあ次は最後、じゃじゃーん、問題です。1、餅。2、ドーナツ。3、スティックメロンパン。さて皆さん、どれを選びましたか？1、2、3、どれが答えでしょうか？正解はこれだ！スティックパン。そうなんです。今すぐ食べたいんですよ私。あ、105円です。全部で1万円です。でねはね、1000円いかなかったね。980円ぐらいだった。980円くらいにした。揚げ鶏食べたい。食べてるのも動画撮りたい。じゃあねねの紹介を終わります。じゃあ待ってね、キキ。じゃあキキが頑張ったら揚げ鶏分けてあげるよ。ありがとう。キキ頑張れ。じゃあ次、キキさんお願いします。頑張ったら揚げ鶏を分けてあげます。キキいきまーす。エクレアです。おー、これはなめらかカスタードのエクレア、130円です。おー、130円ね。グラタンです。グラタンは398円でした。今度バブルチョコです。おー、これは130円。今度これ何入れて飲むの？お茶。お茶。このチョコレート。おー、美味しそう。これ100円でした。あと1個です。クランキー、クランキーレート。キキ、板チョコ大好きだもんね。うん。キキは全部で、そのビニール袋も入ってるんだけど、1049円でした。今日はね、保育園に行ってきました。パパ、
方がいい匂いするなってきてる。ああ。マリオ、グラタンだよ。うん。うん。もう積んでくれてありがとう。どういたしまして。この子もお気に入りだもんね。ね。毎日使ってるよね、最近ね。うん。明日も使おうと。ママ、これみんなで歌ったんだ。何の歌？連れて歩いたらそこら中の人がびっくりするだろ。だけどちょっとだけどの。お化けなんてないさか。うん。今日はセブンでこのグラタンが一番大好きだよね。明日もこれにしよう。ポンポンポン。わたしにゅんぽんとん。ママ、あのさ、グラタン喜んで。グラタン喜んでるよ。いっぱい食べてくれよって言ってる。今食べたばっかだよ。何見てんだよ。怒ってる。普通なんだけど普通。うまいうまい。これ温めすぎだ。なんか体が熱くなって、グラタンいっぱい食べてるから体がポカポカになってきたんじゃない？触ってごらん。熱っ。ん？熱っ。そんなに？これできる？うん。お、そうそうそう。上手。もう一回やってくれんの？お、お。これもお気に入りだもんね。これパパが作ったんだよ。パーパーって言える？うひもうほとんどないじゃん。すごい。なんかペコペコだったの？キキ、グラタンでさ、どこのグラタンが一番美味しい？コミー、ママのグラタン、セブンのグラタン、デニーズ、サイゼリアかな、食べたことあるの。デニーズ。デニーズか。デニーズも美味しいもんね。全部味しい。美味しい。もうほぼほぼ食べてドーン。すごい朝からで。トレーニングした食べます。頑張れ。はい、いってらっしゃい。全部食べる。うん、もうないじゃん。あと二口ぐらい。すっげー。あともうちょっとだよ。カスは食べる。カスも食べる。えらい。
集まれ、自分でできる。かっこいいぞ。すごーい。ごちそうさまでした。よく食べました。お腹いっぱい。またね。いただきます。めっちゃ食べようか。ナポリタン、はい、食べようか。ナポリタン、ナポリタン、イタリア系。いや、別にそれよりじゃない。もしかしたらフランス系。ナポリタンじゃないの。イタリアの気分によるで、ナポリタン、イタリアじゃねえよ。え、イタリアじゃない。いや、ナポリタンって確かイタリアじゃないよね、作ったの。え、そう。日本じゃなかった。そう。え、確か喫茶店がなんか作ったんだけど、まあ別にどうでもいい情報ですよ。またすぐに何買ったのね、でも。あと、これとこれとこれと、あとチョコアーンパと、これは、あ、ねね、あ、これねなかったの。あとクリームパン。だってこれ、うん、ああ、アガサ買ったの。美味しかった。アガサ、うん。ママが映画見ればわかるよ。あの、アガサはね、うん、強いしね。あれ、パジャマがいい。アカジャ、赤ちゃん、赤ちゃん、赤ちゃんだよ。赤ちゃんじゃない。あの、赤座以外の鬼はね、ねねね、大っ嫌い。鬼だ、鬼じゃないか。選んでたよね。だってさ、1000円ってすぐ終わっちゃうじゃん。すぐだね。本がだいたいもう1000円ぐらいだからね。あの、解剖の本欲しいんでしょ。うん。解剖のやつ。そう。解剖ってなんだっけ。あの、心臓とかさ、うん、肺とか胃とか。あ、もういいもういい。食事中なんでそういうの思い出したくないです。今日のトレーニングどうだった。きつかった。汗だくだったもんね、今日もね。何がきつかったの。え、あの最後のやつ、すね鍛えるやつ。うん。300回近く蹴飛ばしてたよね。んだってちゃんとできてなかったから。甘えて終わるわけにはいかないぞって言って。おお、かっこいいじゃん。やるじゃん。うん。もう6時43分、うん、そうだよ、もうそれ7時だよ。1時間半ぐらい休んじゃん、今日。うん。ごちそうさまでした。ヘロヘロでーす。でーす。でーす。みんなもセブンで1000円分買ってみてね。1000円は100まで超えてもいいからね。でも500円とかはダメですよ。バイバーイ。